ヒャクさんから届いた福箱、あんまん爆睡。今日のあんまんちゃんでございます。あんまんちゃんがね、寝てます。お正月早々寝てます。どうですか、この不服そうな顔。寝てるんです。どうも皆さん、お正月いかがお過ごしですか。今年もよろしくお願いいたしますと、あんまんちゃんも言っております。ぜひね、よろしくお願いいたします。どうすか、あんまんちゃん。でもね、元気ですよ。いやー、すごかったでしょ、昨日のライブ。というわけで、本編スタートです。戻った。あ、来た来た。どうも、ちーさんです。今年も明けまして、よろしくお願いいたします。今年も明けましておめでとうございます。ちーさんおかしいでしょ、なんか。新年明けましておめでとうございますじゃないですか。合ってんの？なんか合ってんのかよくわかんないけど。というわけで、今回はですね、門芸岡山。ね、門芸岡山からね、荷物が届きました。この荷物はね、あの方ですね、ヒャッキさんです。ありがとうございます。ヒャッキさんからね、荷物が届きました。今年一発目はね、ヒャッキさんスタートです。すごいでかいっす。あんまんちゃんもね、大興奮ですよ。というわけでね、今回もランちゃんでね、開封しておりますね。安全のためランちゃんを使ってるんですけど、これね、段ボールは切れても手は切れないという商品なんで、あんまんちゃんがいてもね、安心なんですよ。カッター使うとね、あんまんちゃん危ないからね。開けてみるから、ちょっと待ってね、あんまんちゃんね。さあ、なんだろうね。もうね、届いた時からこの箱なんだってあんまんちゃんがね、ずっと言ってんだよね。緩衝材がすごい。おー、また来たぞ、緩衝材がたくさん。ありがとうございます。私の大好きなカールがこんなに入ってる。いやー、カール大好きです。ありがとうございます。いや、いいっすね。カイさんのところからも送ってもらったけどさ、カメラが近すぎるね。どうしようか、まあ、じゃあじゃあ、あんまんちゃんここまででいいっすかね、出演はね。後でね、出演料上げますんでね。ちょっと、どいてもらっていいっすかね。わかったと、あんまんちゃんが言って、去っていきましたね。というわけで、ちょっと下ろしますね。まずね、カールが1つ。大好きなチーズ味。じゃあ次、カールが2個、カールが3個、カールが4個、カールが5個、カールが6個です。いや、ありがとうございます、ヒャッキさん。こんなにカールいただきましてね。それでは、また会いましょう。そうじゃないでしょ。他にもね、入ってました。気づかなかったんですけど。青いたぬきって呼んでやるぞってね、パイモンが言っております。なんだろうこれ。パイモンが書いたんだよな。中にはって書いてある。もう透けてんじゃんね。透けてるからすぐわかるよね。青いたぬきって呼んでやるぞ。透け透けだし。まあ確かに青いたぬきが入ってるんでね。まあいいっすね。これね、雑誌の付録なんですよね。送ってくれた、ありがとうございます。これね、もう一個買うか悩んでたんだよね。あんまんちゃんがプチプチ持ってね、走っていきました。うわ、なにこれ。ちょっとうわ、怖いんだけど。ちょっと怖い。ダメダメダメ。うん。いや、ペンケースだけだと思ってた。マジで。だって振っても音しなかったもん。うわ。これって PC エンジンのだよね。だよね。いや、ダメだって。怖いって。こういうことされると怖いって。何が入ってんだろう。うわ。やっぱ PC エンジンだ。うん。しかもむちゃくちゃ綺麗。やば。傷がない。傷がない。気づかないみたいになっちゃって、まあ気づかなかったんだけどさ。確かにね。今ね、2枚とも出してみた。うわ、なんだろう。うわ、ちょっとピンボケだわ。あ、ドラえもん。迷宮大作戦。いや、ありがとうございます。やば。ドラえもんのゲームもらっちゃった。うわー、すげえなー。いや、どうしよう。これは、すごいぞ。やばい。ってことはこっちもそれか。ドラえもん系か。何個か出てるからね。というわけで、こちらも、オープンです。じゃあいくよ。せーの、ドン。ドラえもんドラビアンナイトだ。うわー。マジかー。嬉しい。すっごい綺麗。これ使っていく？噛んじゃった、もう思わず。使ってないんじゃないのこれ。未使用ぐらい綺麗っすよ。いや、もうこれに入れて、送り返さないと、お礼ができないぐらいな、貴重なものをいただいたんじゃないですか。やばいぞ。これはやばいぞ。うわー、すごいな。いいものもらっちゃった。なんだろう、これ。なんだろう、お酒かな。軽いんだよな。これなんだろう。あ、これはお菓子かな。お菓子っぽいっすね。軽いし。で、これが、なんだろう。これもなんか、微妙な感じなんですけど、触り心地的に、あれですね。わかった。これはわかった。本の虫って呼んでやるぞって書いてある。これね、パイモンのセリフ風に書いてくれたんでね。あ、これ原神じゃん。うわ、原神の雑誌なんか出てたの？うわ、マジか。ちょっと見よう。すぐ見よう。今すぐ開こう。いくぞ。ドン。あ、ちゃんと中も包んである。これ原神じゃないですね。これも気になるけどな。いいね。日本刀女子。みんなも好きでしょ、日本刀女子。原神ファーストガイドブックっていうことらしいです。うわ、やば。マジか、ポスターもついてる。いや、このポスターいいわ。ジンさん真ん中。ね、アンバーと、ガイアと、誰だっけ？まあね。忘れちゃった。出てこない。これマップはね、1.0 の時のマップかな。ほら、パイモン。これがパイモンです。まあ、さっき画像出てたからわかるよね。いや、すごいな。7。国政ってね、隣のキャラがね、一番人気っぽいよ。ネットでね、投票してるサイト見た。いや、すごいなあ。ありがとうございます。さあ、ちょっと怖いけど続き見ていくか。じゃあこれ、お菓子開けていきます。じゃあ開けていくよ。よいしょ。これは？あ、お菓子じゃない。なんだこれ。なんか、よくわかんないのが出てきた。なんだこれ。これ小社寺さんじゃないですか。完璧に小社寺さんですよね。お、小社やんのゲームが出てきたぞ。正月早々。縁起がいいぞ。正月遊べそう。ニンニン。クラッシュゲーム。何なんだろうね。よくわからないけど、ちょっと遊んでみます。さあ、次ですね。次は、これはね、触り心地でわかった。あ、やっぱりそうだ。これね、シャッキさんがね、福袋で当ててたやつ。こないだのね、福袋対決で出たやつですね。あれ？そうだよね。これいいね。結構ね、綺麗なんですよ。ボタンの触り心地もすごくいいし。やった。福袋で当てたやつです。ゲームインパクトのやつですね。やばいぞ。すごいなんかいろいろ送ってもらっちゃってるぞ。このまんまでいいのか。うわぁ。ありがとうございます。これはちょっと嬉しい。正直ね、おとといかな、ショーケースで売ってるの見てね、買おうか迷ったんですよね。いや、ありがとうございます。いや、マジで嬉しい。で、最後これなんだろう。なんだろうね。なんかハードっぽいんだよね。硬いし。ソフトじゃない感じなんですよね。なんだろうな。何これ。わかんない。ほら。見たことない。ちょっと待って。どかそう。じゃあ、いきますよ。せーの、ドン。何これ。あー、テレビゲームだ。昔の、ゲーム機です。ファミコンとかが出る前のだと思う。あ、そうだ。あー、すごい。トミーのやつだ。あー、ほらこれ。RF 端子。これで、AC アダプターね。で、本体これで、これでゲームすんの。トミーのね、テレビファンっていう、機械で601っていうのが、そのモデル番号みたい。端子綺麗だな。結構状態いいよ、これ。なんかだって、もうすごい前だよ。いつだっけな。ちょっと待って。調べる。わかった。これね、1977年9月発売。もうすごいよね。なのにこんなに綺麗っていう。ここがね、ちょっとね、ガリガリしてるんで、これは修理がいると思うんで、修理しようと思うんですけど、で、ここね、テレビの1チャンネル、2チャンネルを切り替えてね、これをアンテナにつけるんですよ。そうすると画面が映るっていう、昔のね、初代ファミコンと同じな感じですね。これちょっと動くかどうか、テストしたいけどすぐにはできないんで、とりあえず AC アダプターが生きているかどうかチェックしよっかね。私の動画らしくねテスターを出してきました。電圧がね安定しない。ほらバラバラバラってなっちゃう。これダメかな。ちょっと待って。ちょっと磨くわ。これねコンタクトスプレーですね。外側にもつけて中側にもつけてやります。これね外がプラスで中がマイナスですね。で今逆につけてるんでマイナス表示になってます。これねプラス表示に変えました。これで安定しましたね。ちゃんと出てるわ。 AC アダプターも問題ないですね。よしよし。これはちょっと楽しみ。ちょっとテレビゲーム系欲しかったんで、これ動けばいいな。動くかわかんないよって言ってたのがこれだ、百鬼さん。で、あとこれ、ドラえもん。粋だよね。ドラえもんのケースにさ、ドラえもん入れてくるんだからさ、どうしよう。ねえ、こういうアイデアがさ、百鬼さんらしい。で、何より、原神のさ、雑誌がもらえたのは、これ高いんだよ、原神の雑誌。超嬉しい。というわけで、正月一発目、百鬼さんありがとうございました。ねえ、今年もよろしくお願いいたします。で、どうするちいさん。今日ギャラいります？本よこせと。この本をギャラにすると、ちいさんが言ってます。いや、ダメですって。これはダメですって、私のですって。いやいや、持っていくからと。これはもらったと。ちいさんが言っております。じゃあな、と。というわけで、今日もご視聴ありがとうございます。よかったらね、チャンネル登録、コメント、評価いただければ嬉しく思います。今年もね、1年頑張っていきますんで、ぜひよろしくお願いいたします。それではまた会いましょう。バイバイ。